ひでチャンネルどうもこんにちはいきなりひでチャンネル高島秀武です今日もご覧いただいて本当にありがとうございますいやーしかしえ本当に明日が見えませんねうっとしいですねマスクの時間がずっと続いておりますで政治の方はというとですね菅さんどうなんでしょうか 支持率もね、えー、ほん下がってしまいまして。だけど、政治家っていうのはもう誰しも同じですけども、心の中ではね、あ,あれはしまったな、しくじったな、俺のドジだったな、思うんでしょうけども、もう、例えば、えー、野党と論争なんていうことになると、もう菅さんもですね、えー、GoTo eat がね、失敗だったなんいうことは、GoTo トラベル失敗だったなんいうことは、一切言いませんね。それは当たらない、と <laughs> いうような。 まあ、安倍さんがしょっちゅう言ってましたから、それは当たらないっていうのもね、えー、人が変わったら言わないのかなと思ったら、みんな言いますね。うん。それでね、えー、こんなの面白いですね。どんちゃん、神奈川県の80代の男性。呆れたというかなんというか、敗戦から76年、日本が仮にも目指していた国の姿ですからね。やっちまえ、トランプ組の殴り込み。 やっちまえトランプ組の殴り込み。あれ、議会にね、トランプ支持者が、うわーっとですね、もう無法の限りを尽くして、で、周兵の出動とか、ああいうことになりましたけれども、あれが、うん、暴力沙汰とかなってなければ、トランプさんはどういう言い方したんですかね。ねやっちまえトランプ組の殴り込み。 こんなのがなんか本音のような気がしてしょうがないんですよ。それ一方の日本の菅さん。会見を木で鼻くくる菅総理。いや、本当に思っていることはですね、絶対口にしないんですよね。マイナス要素はですね、全部隠してしまう。あるいは言わない。だんまり。うん、否定。そういう中でですね、はい。 のぎつねさん,じさん千葉県の83歳の方よ,よその国されどメルケル引退かよその国されどメルケル引退かよその国かねこの頃あのアクセントがねなんかえテレビラジオ見たり聞いたりしてるとみんな狂いますねえー。 これはよその国だと思います。自分で間違えてます。あの、15日なんていうのをね、15日という人多いですね。15日。うん。それから、あの、この間、相撲終わりましたけども、行事差し違えというのをですね、行事差し違えなんて言いますね。えー、それから、バイデン大統領なんて言ってるバカがいましたね。電気売ってんじゃねえよってね、えー、ちょっと、えー、毒づいたんですけども。うん あのメルケルさんというのはなんか本当にあれが16年やってたかなうんいやーなんか頼りがいのあるお母さんですよね、えー、東ドイツのね牧師さんのお嬢さんでね、えー、あのベルリンの壁崩壊の時は、えー、自分の家から、えー、ベルリンへね西ベルリンへ走ったっていう <laughs> そんなの読みまして、うん、なるほどはい。 でも政治家でもですね、いろいろありましてね、これは、ちゃちゃさん、千葉の61歳の方。ワクチンも同じ太郎でも君ならば。これわかりますワクチンも同じ太郎でも君ならば。違う太郎大臣がいますが、河野太郎大臣なら安心だと私は思います。スピードスムーズに進むように願っています。 えー、千葉の61歳の方。ね。えー、それはもう、というね、水を言うの、という人じゃね、えー、ちょっと信用できない太郎ちゃんだけど、えー、河野太郎さんだったら信用できると。だけど、コロナ退治でね、ワクチンをですね、えー、国民にね、パッともう本当、えー、今月の15日になんか承認されて、えー、その週で、あの、まず医療関係者に、 ワクチンを打ち始めるなんてその次がですね高齢者私なんですけどねうんこの間雑誌にワクチンの副作用どのくらいかっていうのを書いてるのを見てその専門の先生がですねあの飛行機事故100万回に1回ないし2回3回ぐらい100万回に1回2回。 え、それぐらいの確率だみたいなこと書いてありましたけど、え、心配する人はいろいろ心配しますね。えー、でも、河野太郎さんが差配して、えー、きっとですね、えー、安心させるような、はい、ワクチンのですね、打ち方をしてくれるのではないかと。これも言えますね。えー、千葉県の方。ワクチンも中国製で大丈夫 <laughs> 最後は疑問符がつく。なぜか信用できねえんだよなぁ。 メイドインチャイナと聞いただけでで、ね、っていう。<laughs> だけどさ、本当中国の可能性が高いですよね。武漢で、ね、自分のところでですね、ねまあ、コウモリの仕業か、えー、その辺まだはっきり分からないようですけども、だとしてもですね、武漢、自分の国の中でね、えー、新型コロナウイルスの、えー、患者を最初に出してで、それが世界中にわーっとこう、蔓延して、 でも、しらっとしてますもんね、えー。自分のところはいかにですね、あの、国が動いてね、もう共産党のね、やることはすごいみたいな。確かに病院を一気にバーッと昼間に建てたりですね、ああいうのはすごい。あれ、世界の国ってね、のんびりしてる。例えば、イギリスなんかもね、あの、普通、家一軒建てるのに一年ぐらいかかっちゃうなんてことあるようですけど、えー、小さい家をね。で、今回のコロナ騒動ではですね、うわっと、えー 一週間ぐらいで病院を建てたとかね。<laughs> そんなニュースをね、見たのかな読んだのかな忘れましたけどで。日本ってなんとなく全てが遅くないですかね。なんか後手後手っていう感じしません後手後手。最後にね、そういう川柳をご紹介しまして。えー、埼玉県の50歳の男性。国は後手、地方先手の将棋盤。 うまいですね。国は後手、地方先手の将棋盤。<laughs> ということで、地方の知事さんの方が、まあなんかね、頑張ってるなという、そういう感じ大きいですよね。はい、今日は金曜日ですからね、野口医学研究所から、そうです、プレゼントがあります。サプリメントですね。今日ご紹介のサプリメントはですね、福井団ダブルというものです。福井ダンダブル。 聞いたことありますかフコイダン毎日元気に過ごしたい。不規則の食生活が気になる。免疫力をつけたい。こういう方におすすめなのが、このサプリメント。フコイダンダブルもずくやメカブ等の海藻類のネバネバ成分であるフコイダンは、食物繊維を豊富に含み、 免疫力を高めたり、血液をサラサラにする効果が期待されております。また、粘膜を守る働きがあり、胃腸を保護する効果も期待されております。商品はね、今ご覧いただいている、こういう箱に入っております。ということで、はい、野口医学研究所の福井団ダブルのサプリメントのプレゼント。はい、今週の良かったでしょうはですね、こちらです。千葉県の秋吉さん。 おめでとうございます。秋吉さんの作品は、お庭外、マスクをとって、コロナ外。お見事でした。はい。3月のテーマをね、お待ちしております。お花見、お彼岸、花粉症、桜、卒業、ひな祭り、春分の日。<laughs> すごいですね。3月に関する川柳を募集しております。よろしくお願いいたします。ということで、川柳かびましたら、こちらの絵。ね。えー、それから、 いうのを忘れてましたけど、ね、チャンネル登録もよろしくよろしくということで今週もご覧いただいて心から感謝しておりますではいきなりひでチャンネルまた来週お楽しみにではではでは,では失礼します